昭和61年12月7日、皐月賞、ダービー、菊花賞、有馬記念、天皇賞、ジャパンカップ、そして再び有馬記念と七冠を制した皇帝シンボリルドルフが引退する日がやってきました。枠入り完了、3レースの新馬戦です。スタートしました。まずまず揃いました10頭のスタートです。内の方から新馬2戦目高波伝が好ダッシュ、そして押して4番のブロークインヒルでありますが、シンボリルドルフは現在4番手、外の方から平安ローズが行きました。平安ローズが先頭であります。そして2番手4番のブロークインヒル、内に高波伝、4番手シンボリルドルフは4番手、手を動かしていっています。その内側にアイバンフォーがつけました。アイバンフォーの外を通りましてロックフォワードが上がってまいります。ロックフォワード、さらにその後ろの方からインターマーメイドという体勢です。4コーナーの手前ですが、先頭はわずかに平安ローズでありますが、外を通りましてスーッと4番のブロークンヒル、さらに人気のシンボリルドルフが差を詰めてまいります。第4コーナーを回って直線コースに向きました。4番のブロークンヒルが先頭に立った。そして外の方からスーッと上がってくるのが高値ビゼンダー。さあ内に入ったシンボリルドルフ、シンボリルドルフ、そして4番のブロークインヒル、2頭の争いか。内の方でシンボリルドルフ、そして4番のブロークインヒル、2頭の争いだ。内の方からシンボリルドルフ出た。シンボリルドルフが出ました。そして2番手には4番のブロークインヒル、シンボリルドルフ1着でゴール、人気に応えました。2着に4番のブロークインヒル、3着には2番の高値ビゼンであります。6番のシンボリルドルフ、デビュー戦を飾りました。勝ちタイムが59秒2です。昭和56年3月、北海道日高のシンボリ牧場で1頭のサラブレッドが誕生しました。その子馬に期待を込めてオーストリアハプスブルグ家の皇太子ルドルフの名が付けられました。あれはですね、まあ、3月13日でですね、まだ北海道も寒い時期でして、まあ、4番つくわけですけれど、ちょっと4番につくものは大変苦労したっていうか、寒くてですね、そういう記憶はありますね。で、まあ前年ですね、まあ不受胎だもんで、で次の年の子っていうのは、まあ、いい馬が生まれるっていう、そういうあれもありますんで、期待はしてたんですけれど、まあ生まれ落ちますとですね、2冠への綺麗な馬で、でまあ誰が見てもですね、いい馬が生まれまして、そしてまあ馬は普通の馬より速くてですね、大体20分ぐらいでですね、立ち上がりまして、そういう、まあ、強さっていうものもあったんじゃないでしょうかね。スイートルナっていうのはですね、自分が食事してる時はものすごく子供を寄せつけないんですよね。それでもまあもう蹴飛ばされてもかじられてもっていうかですね、もうたてがみを逆なでてもですね、父に食らいついていくっていうか、まあ、そういうその生命力旺盛っていうかですね、そういう面は随所に見られましたですね。シンボリルドルフの父、偉大な種牡馬パーソロン。パーソロンは天皇賞馬メジロアサナ、オークスを勝ったナスのチグサなど多くの名馬を送り出しています。シンボリルドルフの母スイートルナ。スイートルナの父は有馬記念2連覇など国内はもとより海外でも健闘したあのスピードシンボリです。スピードシンボリ先頭です。
最内枠をつく9番パークトップ。パークトップぐんぐん出てきました。ピゴット騎手華麗なフォームです。シンボリルドルフの背には常に岡部騎手が乗っていました。三歳のちょうど6月の時だったんですけどね、調教で初めてまたがった時はこう普通三歳の6月というとまだこうなんて言いますかね、まあ、人間に例えれば幼稚園児そんなような感じになったんですけどね、普通の馬はね。ところがルドルフの場合にはそれをもう通り越して半年も1年も先をもう歩いてるようなあの印象を受けた馬だったですね。とにかく三歳戦の新馬戦というと我々騎手にとっては半信半疑というかすごく不安な面が大概あの走るまでもあるんですけど、ルドルフの場合にはもうそんなどこが心配だここが心配だなんていうそういう点が一つもなかったですよね。そのくらいもうある程度もうみんなマスターすべきことが全部マスターしてレースに出られたっていう感じの馬ですからね。係員が離れます。一応特別スタートいたしました。ちょっと出遅れたのが6枠の1頭クイーンエンカが遅れております。さあ向こう正面直線コースを使っての先行争い、ゼダーンメロディーがいいスタートを切りました。3番人気安田富美男に乗り換わったゼダーンメロディーが1馬身のリードでやります。内に入りまして2番がブロークンヒルでやります。その外側を上がりましてスッと上がっていったのがピンクの帽子17番のミホバンドーが短期2番手を伺う勢いでやります。そしてその後行っているのが2番人気の初の思いが行っております。これが4番手でやります。内に入りまして4枠の1頭ハーバークラウンあたりが行っております。さあかなり縦長の展開になりました。先頭からしんがりまでは17、8馬身あります。20馬身ぐらいあります。警戒に逃げております。赤い帽子のゼダンメロディー3番人気、ゼダンメロディーのリードは1馬身あります。そしてこれを追いまして外の方17番のミホバンドーが行っております。 3,4 コーナーの中間地点を進んでおります。これから第4コーナーへのカーブと向かいます。依然として逃げております6番のゼダンメロディーが先頭でありますが、このところ外の方からスーッと上がっていきました。1頭上がっていきました。7枠の1頭初の思いが上がってまいりました。先団に並びかけてまいりました。さあ先頭が3頭並んだ形になりますが内で粘ります。6番のゼダーメロディーがまだわずかに先頭かゴールまで 400m を切りました。さあこれから最後の直線坂があります。ゼダーメロディーが粘っております。ゼダーメロディーが粘っている。そしてその外側を上がりまして右道が入りました。右道が入りました。初の思い菅原康夫騎士であります。菅原康夫の初の思いが交わした形になりました。その外を通りまして上がってまいりましたら4番の人気のシンボリルドルフ、シンボリルドルフが一気に抜け出した。シンボリルドルフだ。パーソロンの子シンボリルドルフ人気に応えて特別を勝ちました。ゲートが開いてスタートを切りました。揃いましたが出てから3番の沖田香織が後方に下げました。先行争いですが黒い帽子2番のカスケード、55キロ鶴千秋がまずペースを作ります。カスケードが先頭、そしてゼッケン1番パーソロン、スイートルナの3区モッカ、土つかずの2連勝圧倒的人気を集めています。1番のシンボリルドルフ、岡部幸男が手綱を抑えまして2番手キープであります。その外側に5番の三代の錦、54キロ大塚栄三郎、そして2馬身ぐらい遅れましてこれもモッカ2連勝中4番のハルーダ、54キロ田村正光は4番手を進みます。5馬身遅れまして3番の沖田香織が最後方から進みます。3コーナーから4コーナーに向かいます。先頭は2番のカスケードであります。3馬身から4馬身のリード、前半の800は50秒ペースで行っています。依然として人気のシンボリルドルフは2番手をキープ、馬陣に変動はありません。3番手が三代の錦、そしてさなく4番のハルーダ、そして3番の沖田香織も差を縮めてまいりました。第4コーナーをカーブ直線コースに出てまいりました。
どうやら直線の争いになりそうです。まだ依然として2番のカスケードが頑張っていますが、白いズキン、1番のシンボリルドルフが出てまいりました。そのシンボリルドルフの内側からハルーダであります。さあ最後の追い出しであります。 300m 地点右内が入りました。2番のカスケード、そしてシンボリドルフがぐーっとやってきました。そしてその外の方からは4番のハルーダがありますが、シンボリドルフ、ルドルフまだ押さえたまんま、それほど追ってはやりません。さあシンボリルドルフであります。シンボリルドルフが2馬身から2馬身半の差をつけて1着でゴールイン。2着は微妙、内2番のカスケード、外4番の追い込んだハルーダ。シンボリルドルフはこの3連勝でスタッフたちが期待した通りの強さを見せました。ともかくね、私たちが三歳馬が厩舎に入厩してきまして、まあ、ある程度そのレベルのランク付けをやるわけです。それはまあ必ずしもその適切かどうか分かりませんがね、まずその最初にこの馬は超一流のものであると。腸っていうのはその以前にじゃあ何頭か預かってるはずですね。ですがその中の腸の中でもやっぱりこの馬はその腸の腸であるというような考え方と、まあ、直感というんではなくて、あの馬のやっぱり持ってる全てのやっぱりそのなんかこう器が違うのか、あの馬の走るフォーム、それから全てがあのなんか普通の馬ではないというようなね、普通の馬というのか、やっぱりあの今までその超の馬をやってきたのにもかかわらず、その超の馬っていうのは超一流の馬っていうのはずっと超で終わらなかった。そうじゃなくて途中でその平凡な普通の馬に帰っていってしまうと。ですがあのこの馬はやっぱり将来ともにあの絶対に超一流馬で終わらなきゃいかないと、そういう考え方を持ったと同時に、やっぱりもう日本のことはもうすでにもう考えから、私の考えからもうすでにこれはもう全部制覇をして、もう外の方にもうすでに頭がその考え方として言ってたのは多分あったと思いますよ。重賞レースに初挑戦、一番人気は備前錦、ルドルフは初めての2番人気でした。ゲートが開いてスタートが切られました。弥生賞です。14頭が揃って綺麗なスタートを切りました。スタートして備前錦が抑えました。一番最後から行きます。備前錦はちょっと馬が横を向いていますが、一番最後から行きます。正面スタンド前の先行争い、鈴パレード行った。そして力三パワーも行きました。内から日報スワローです。海老名信弘、やはり日報スワローが行きました。日報スワロー、鈴パレード、そして力三パワー、11番のカスケード、この辺りが先行集団であります。そして備前錦はその後ろの方にくっつきました。中段を進んでおります。さて第1コーナーは右手にカーブを切っていきます。日報スワローが先頭でスローペースに落としたいところであります。そして2番手2馬身ぐらい空きまして鈴パレード、3番手にカスケード、内外側に力三パワーであります。美穂の勝ち時、向こう側を行きまして7枠の1頭であります。これがシンボリルドルフであります。向こう上面直線コースに出てまいりました。そしてそのシンボリルドルフを見るようにぴったりとこれをマークして備前錦がつけております。備前錦が前から7番手ぐらい、そして建設エースがいます。その後ろはちょっと切れました。まもなく前半の 1000m ですが、前半の 1000m 今通過、1分1秒から2秒であります。ほとんど平均ペースと申し上げていいと思いますが、先頭に立ちました5番の日報スワロー、短期先頭であります。リードが2馬身、2番手鈴パレードです。鈴パレードが2番手、3番手に力三パワー、8枠の2頭が2番手3番手ですが、ぐっと後続の各馬そう詰めてまいりました。早くも行きましたシンボリルドルフ、シンボリルドルフ、そして備前錦はその後ろ、その前にカスケード、三尾の勝ち時あります。この辺りが先行集団、そして後続の各馬ちょっと分かれました。後続の先頭集団には吉勝イリアがあります。さらに5枠の建設エースあたりですが、この辺りはちょっと離されております。さあ400の標識に向かいますが、この辺り外の方からスーッとシンボリルドルフが早くも先頭に立つか、一方スワローが内を作っています。直線コースに向きました。力三パワー、そしてスーパレード、8月2頭頑張った。備前錦は大外だ、備前錦大外、さあシンボリルドルフか、ルドルフが抜けたか、ルドルフか、一方スワロー頑張った、ルドルフ、ルドルフ、そしてこの外から備前錦、内の方でスーパレード、まだ一方スワロー頑張った、ルドルフ抜けた、ルドルフ、ルドルフ、ルドルフ、そして内から備前錦、シンボリルドルフ、シンボリルドルフ先頭に立った、シンボリルドルフが1着です。そして2着には備前錦、3着日報スワローです。シンボリルドルフ4連勝です。シンボリルドルフ、岡部幸男が手綱を取ります。さあ全馬ゲートインが終わりました。スタートです。ゲートが開いてスタートを切りました。
シンボリルドルフがいいスタートを見せました。そして備前錦も負けておりません。さあ先頭に立つのは何か。内の方から朝霞ジャンボが一構えを見せました。外の方から11番ルーミナスレーサーが行きました。ルーミナスレーサーのインコースを通りまして朝霞ジャンボが先頭であります。ルーミナスレーサーが2番手、そして3番手には14番のスジマッカ、その間シンボリルドルフが4番手早めに行きました。内を通って東方カムリが今5番手あたりです。その後赤い帽子平安テスコが回っています。そしてその内を通りました備前錦は6、7番手で1コーナーをカーブしております。さあ先頭から行きましょう。先頭に立ちました、思い切って先頭に立ちました朝霞ジャンボ。1馬身から2馬身ルーミナスレーサーが2番手でありますが、これから1馬身半3番手を単枠指定のシンボリルドルフが行きました。内を通って東方カムリ4番手、東方カムリの向こう側に鈴巻派がおります。鈴巻派が5番手、その内を通りました5番が平安テスコであります。さらにその後ろに備前錦6番手、備前錦の後を通りまして藤野黎明が7番手であります。そのインコースを通りました12番の日本スワロー、この辺りが中段グループであります。後方の方では鈴パレードあるいは力三パワー1番の建設エース、こういったところが埋もれた競馬になっております。3コーナーのカーブを回ります。さあシンボリルドルフが王者の競馬を見せるか。3番手から一気に先頭に立とうという構えを見せました。シニエの朝霞ジャンボ頑張りました。朝霞ジャンボわずかに先頭か、ルドルフが出ました。桜並木の下でシンボリルドルフが先頭に立った。このまま栄光のゴールを掲げることができるか。その後に備前錦が測るようにスーッとついてまいりました。備前錦が来ています、備前錦が来ている。内からスクーマー東方かぶり、内から東方かぶり、さあルドルフが伸びないか。備前錦来た、備前錦来た、東方かぶりがインコース、右辺は東方かぶり、ルドルフと備前と東方かぶり、さあ真ん中ついてきたのが日本スワロー。さあルドルフか備前か、ルドルフか、ルドルフが出た。こっからが強い、こっからが強い。無敗の皐月賞馬がまた誕生しました。着陸は備前錦、いい競馬です。2分1秒1皐月賞レコード。シンボリルドルフはファンの圧倒的な支持に応えて驚異的な持続力を披露、一冠を勝ち取りました。千葉県シンボリ牧場、このシンボリ牧場の近代的な設備と優秀なスタッフたちによる独自の育成法や高度な調教技術、さらには馬にかける情熱がシンボリルドルフを育てたのではないでしょうか。まあ、あのホースマンシップっていう言葉があるんですよね。で、まあスポーツマンシップとかねいう言葉は馬を優先的に考える、これがホースマンの必要条件だと思うんですよ。まあ、そういうことからいくと、やっぱり馬のためには自分よりも馬のことを先に考えると、まあそういうことがまあ元になって、少しでも馬の状態が良くなる、馬が喜ぶということを常に考えてそれに努力をするということが、まあ、馬作りという一つの私の気持ちなんですよね。それが、まあそういった気持ちでね、やはり牧場も、まあ、広いことが必要で、土質がね良くないと、こう土の成分っていうのはやはり草にその成分が出ますからね、いい草を壊すと。そしてまあこの可愛がることと鍛えること、いろいろね、逆あんまり変わがりすぎてね、わがままに弱くなるから、丈夫にもしなくちゃいかん、ね、強くもしなくちゃいかんという、そういったまあ考え方がきますけど、まあ最初はねやっぱり大事にしたくなるけど、だんだんやってるうちにね丈夫なものを作らなくちゃいかん、まあ可愛い子には旅をさせっていうこともあるし、まあ、そうなってくるとやはりトレーニングでもハードもしなくちゃいかんと、そしてやはり苦労させなくちゃいかんと。それにはね、アブも結構ね、暑さも結構、まあそういったまあこともその時点時点において自分で馬のためにいいと思うことをまあ努めて、それに向かってまあ努力してきたわけですね。この和田オーナーをはじめスタッ
タッフたちの情熱と信念はシンボリルドルフそしてシリウスシンボリと2年連続ダービー優勝馬を送り出しました。ゲートインがほぼ終わろうとしております。シンボリルドルフがきちんとゲートの中に中立しております。係員が左右に分かれましていよいよスタートであります。51回の日本ダービーです。今何ですか、どんなことが一番願ってるというか気がかりだというか何かありますか。今ないですね、何も。ただあと3日後に迫ってるこの間だけの問題ですね、うん、まああと、まあ、あんまり疲れないで変な余分な神経を使わせないように、まあ、静かにダービーを迎えるという、うん、あの形をね我々が作ってやればいいと、うん、それだけのことですね。ああそうですか、まあ私も随分ダービーの放送もやりましたけれども、うん、シンボリに焦点を絞って放送して、はい、大丈夫ですか。大丈夫、多分ね、あの熱狂してください。熱狂でもいいですからね。イルキラーゼンの係員が散りました。ゲートがいてスタートが切られました。シンボリルドルフはいいスタートを切りました。いいスタートを切りましたが前の方には行きません。抑えた形になりました。さあ早めに備前錦の方が行きました。シンボリと備前今ちょうど中間の位置であります。シンボリは馬場の内の方にスッと入っていきます。シンボリは内に入っていきます。先頭に立とうというのは19番のスズマフカ、スズマフカが行きました。そしてラッシュ&ゴーは抑えて2番手、ラッシュ&ゴーを抑えて2番手、内内を通りました。富士の風雲は3番手であります。逃げると予想された角馬行っております。外目を通りまして大合流が4番手。さあシンボリルドルフはちょうど馬の中段であります。馬群の中段、そのルドルフのすぐ前に右斜め前に備前錦がついております。備前錦が先頭から8番目、そしてシンボリルドルフは9番目、こういったところでレースを進めております。先頭は鈴幕か2馬身のリードがあります。富士の風雲2番手、富士の風雲2番手、3番手には抑えましてラッシュ&ゴーであります。ラッシュ&ゴーが3番手、コロンマから外目を通りましてオンワードカメルグ、そして西の雷電がいる。その外側に備前錦であります。備前錦の斜め後ろ、ここにシンボリルドルフがおります。シンボリルドルフは前から7、8番目で競馬をしております。3コーナーの坂を登るところ、今年の馬場は悪い、府中の馬場は悪い、一番悪いところがこの辺であります。苦しいところを備前もルドルフもスーッと上がっていきました。備前もルドルフもまだいい競馬をしております。さあ先頭に立ったスズマフカが競馬をリードしております。1馬身から2馬身であります。そして富士の風雲が2番手、富士の風雲2番手、そして外目を上がってまいりました。スズパレードであります。スズパレードが3番手にいつの間にか上がってきている。そしてシンボリルドルフが上がってまいりました。ルドルフも上がってきている。備前も来ている。備前が今日は早めに行っています。三角から四角に向かうところ、この辺りがダービーポイントでありますが、シンボリルドルフよりも前に備前錦がおります。シンボリルドルフは今先頭から6、7番手でありますが、先頭からの距離は20m ぐらい。4コーナーを回ります。4コーナー回った。ルドルフは外を通っている、外を通っている。スズパレードがいる、スズパレードがいる、スズパレードがいる。シンボリルドルフは馬場の外目を通りました。備前錦は4番手ぐらい。備前錦は4番手から5番手、6番手交代。備前錦は馬群に消えるか。外からルドルフ、外からルドルフ、ルドルフが来る。スズパレード頑張る、スズパレード頑張る、スズパレード。富士の風雲、富士の風雲頑張る。さあルドルフは先頭だ、ルドルフは先頭だ。2着争い、2着争い、内からマッハ、内からスズマッハ、1着ルドルフ。シンボリルドルフ初めて苦しい競馬をいたしました。しかし勝ちました、しかし勝ちました。日本のサラブレッドから世界のサラブレッドへ飛躍するために、その第一関門を突破いたしました。シンボリルドルフは昭和26年の時の実り、36年の児玉に続いて無敗で2冠を達成しました。
三冠を目指してトレーニングに励むシンボリ・ルドルフ。セントライト記念です。スタートしました。揃いました。10頭のスタートであります。正面スタンド前、まず先行争いですが、やはり内から白い帽子ルミナスレーサー菅原出てまいりました。そして鈴幕か大崎も行きました。大崎と菅原ですが、菅原が先です。ルミナスレーサーが先手を取ります。2番手手綱をがっちりと抑えまして、7番の鈴幕かで大崎が行きます。そして3番手シンボリルドルフは3番手につけました岡部幸男であります。その後ろ鈴幕かです。鈴幕かの後ろ北海ペガサスがつけました。内を行きまして2番の桜クラウンで第1コーナー右手にカーブを切っていきます。先頭に立ちました白い帽子ルミナスレーサーであります。リードが4馬身から5馬身差を広げます。そして2番手7番の鈴幕か、3番手にシンボリルドルフであります。黄色い帽子、そして緑の勝負服、白いタスキ、袖に赤いアクセントがついています岡部幸男ですが、シンボリルドルフ4ヶ月ぶりは3番手を進んでいます。桜クラウン、そして鈴パレードがつけます。その後ろから北海ペガサス、ハーバークラウン、目白シートンです。3番の谷のバルカローラ、しんがりから9番のオンワードカメルンであります。向こう上面の直線コース一番奥深いところに入りました。短期逃げます。白い帽子、そして黒い勝負服、ルミナスレーサーでありますが、リードが5馬身ぐらいあります。先頭はルミナスレーサーですが、ちょっと詰めました、ちょっと詰めました。鈴幕かちょっと詰めて、そしてシンボリルドルフも行きました。さらに内の方からハーバークラウン、桜クラウンであります。外を行きまして北海ペガサス、この辺り馬順は変わりませんが、その後ろちょっと切れまして、メジロシートン、そしてタイノバルカローラ、依然としてオンワードカメルーンはしんがりから行っております。さあ3コーナーのカーブ、ペースが速くなりました、ペースが速くなってまいりました。しかしまだ先頭はルミナスレーサーであります。先頭ルミナスレーサーですが、ずっと各馬が差を詰めてまいりました。鈴幕か、そしてシンボリルドルフ、シンボリルドルフが今2番手に上がろうというところ、3、4コーナーの中間地点、ルミナスレーサーを捉えました。シンボリルドルフ、シンボリルドルフが外からぐーっと先頭に立とうというところ、その外側に鈴パレード、内側に鈴幕かであります。鈴の両方を引き連れて4コーナーをカーブして直線コースに向きました。シンボリルドルフ直線コースですが、シンボリルドルフですが、内の方から鈴幕かか、鈴幕かか、シンボリルドルフか、そして外側に鈴パレードだ。200を切った、シンボリルドルフ先頭だ、シンボリルドルフ先頭、そして内側に鈴幕か、しかしシンボリルドルフ先頭だった、シンボリルドルフ先頭だった。ここから強い、シンボリルドルフ先頭、シンボリルドルフ先頭、7連勝です。シンボリルドルフ見事です、見事な勝利です。全く危なげのない勝ちっぷり、シンボリルドルフ岡部幸男、見事に7連勝を達成しました。スタートです。さあゲートが開いた、ちょっとばらついたスタートになりました。しかし大したことはありません。早くもゼッケン番号2番ロングハヤブサが行こうとしております。ロングハヤブサ、それから鈴幕かが行きました。鈴幕かが行きました。これをかわして外からずっと上がっていったのはエキサンパワーか、エキサンパワーです。これが2番手に押し上げました。ゼッケン番号6番鈴幕かが3番手、その後ろからカルストンイーデン、ラッシュ&ゴー、さらに勝ち枠サウンドパーソ、シーブラック、まだここにもシンボリルドルフはいません。桜投稿がいました。ずっとこれから第3コーナーをカーブして第4コーナーの植え込みにかかってまいりますが、赤い帽子は果たしてどこにいるのか。ここに藤の風雲です。赤い帽子、内の方へ入っています。中段よりちょっと後ろといった感じ、シンボリルドルフであります。1周目のホームストレッチに入ってまいりました。ご覧のように、さあスタンドから拍手が湧きます。シンボリルドルフはちょうど中段から後ろといった感じであります。ロングハヤブサ、それから8枠の2頭がいます。カルソンイーデン、ミスターマン、スズマッカ、ここにゼッケン番号5番、鮮やかにシンボリルドルフが内々を通って中段よりちょっと後ろといったところであります。7月23日新潟でデビューして7戦7勝、パーフェクトで8戦8勝で三冠馬となるか、シンボリルドルフ、中段よりちょっと後ろの位置であります。さあ第2コーナーに向かいます。第2コーナーに向かう18頭でありますが、先頭から順番に参りますと、先頭は2番のロングハヤブサ、そして2番手でありますがリキサンパワー、3番手外を通ってラッシュ&ゴー、さらに緑の帽子西のライデン、真ん中へスグマッカ、ゼッケン番号4番カルストンイーデン、外を通ってフォスターソロン、そしてゼッケン番号13番クリノフーン、15番ポットマーチン、内を通る黒い帽子ミスターアルマン、その外へ赤い帽子、ただ1頭シンボリルドルフが
これから第3コーナーの坂を登ります。初めての坂、どう登り、そしてどう下るか、京都の正念場と言われている第3コーナーの坂をこれからシンボリルドルフが登っていきますが、その外から黄色い帽子不気味にゴールドウェイが行きました。ゴールドウェイが行きました。さあ第3コーナーの頂上にかかって18頭が固まってまいりました。場内が騒然としています。さあ第3コーナーの頂上、赤い帽子、赤い帽子と黄色い帽子が一緒に行きます。第3コーナーの山の上、ここから岡部騎手の手がちょっと動いた。シンボリです、シンボリルドルフです。ちょうど中段まで上がってまいりました。さあこれから下ります。これから下る、内へ入るのか、シンボリルドルフでありますが、さあ前の方はどうなっているか。西のライデンが来ている。西のライデン、チラッとチラッと伊藤清明騎手が外を見た。さあ赤い帽子が差を詰める。ハーバークラウンが来た。ハーバークラウンが来ていた。第4コーナーをカーブする。さあシンボリは果たして伸びてくるのか、シンボリは果たして伸びてくるのか。西のライデン先頭だ、西のライデン先頭だ。そのうちから、そのうちからシンボリルドルフが差を詰めてきた。ものすごい足だ、ものすごい足だ。来たぞ来たぞ来たぞ、シンボリ来た、シンボリ来た。しかし外からゴールドウェイが、外からゴールドウェイ、しかしシンボリが先頭に立った、シンボリが先頭に立った。大歓声だ、大歓声だ。京都競馬場、赤い大輪が薄曇りの京都競馬場に大きく咲いた。三冠馬8戦8勝、我が国競馬史上不滅の大記録が達成されました。京都競馬場4頭目の三冠馬誕生、しかも無敗のままという史上初の快挙でした。五冠馬新山を育てた武田文吾調教師は、和田オーナーの手を握り、ルドルフは新山を超えたと賛辞を送りました。皐月賞の時にまず一冠というか、ポーズですから、でダービーの時は2本、菊花賞の時は3本というか、そういうのをまあレースごとにやったんですけど、もう最初にもう皐月賞の時にもうそれくらいはもう十分できる馬だからという自信はありましたですよね。4歳馬シンボリルドルフ、わずか9戦目にして世界への挑戦です。ルドルフが今ゆっくりとゲートに入ります。またこのレースは四冠馬ミスター CB との夢の対決でもありました。思えない馬体の仕上がりです。ゲートインが完了したようです。係員が左右に散りまして、第4回ジャパンカップのスタートが切られました。非常に綺麗なスタートを切りました。ミスター CB は抑えました。スパッと手綱を抑えました。そしてルドルフもやや抑え気味であります。先頭に立つのはやはり桂木エースか。やはり桂木エースが行きました。外の方からオーストラリアのバウンディーフォーク行った。真ん中アメリカのウィンが行きました。ウィン2番手、そのインコースからフランスのエスプリデュロールが3番手、4番手を通りまして、バウンティーフォークが現在4番手、その外目を通りましたのがシンボリルドルフであります。緑の勝負服がシンボリルドルフ、そのインコースを通りまして名手レスターピゴットが乗りました。ストロベリーロードも行きました。そのわずか前にスッと上がっていったマジェスティーズプリンスであります。その後にウェルノールがついている。やや外目を通りましたバウンティーフォークであります。そしてミスター CB はいつものようにポツンと一番最後から行っております。 CB の前がダイアナソーンであります。向こう上面、桂木エースが間に10メートル20メートルとリードを伸ばしました。2番手にはアメリカの強豪ウィンがつけております。3番手にはフランスのこれも強豪エスプリ・デュノール、そしてその後の集団にシンボリ・ルドルフがおります。シンボリ・ルドルフを見るようにマジェスティーズ・プリンスがおります。そしてベッドタイムもこの集団であります。シンボリ・ルドルフのすぐそばにベッドタイム、マジェスティーズ・プリンスという強豪が控えております。そして日本の王者ミスター CB は一番最後で坂の下りにかかっております。桂木エースが果敢な逃げ戦法、まだ20メートルの差があります。まだ20メートルの差がある。ウィンの現在2番手、シンボリルドルフ、そしてストロベリーロードも上がってきた。ストロベリーロードもわずかに上がってまいりました。ミスター CB まだ最高峰。さあ桂木エースがどこまで頑張る、桂木エースがどこまで頑張る。大逃げだ、大逃げであります。ベッドタイムが早めに上がってきた、ベッドタイム上がってきた。そしてシンボリルドルフ5番手、ミスター CB は最高峰。さあ600を過ぎた、4コーナーのカーブを回る。さあ桂木の逃げが鈍った、桂木鈍った。後続馬が追い込んでくる、世界の強豪が追い込んできます。その中からウドルフが来るか。ウドルフだ、ストロベリーロードだ、ウドルフだ。そして
でミスター CB へ外に回った。ミスター CB はまだ中段だ。こっからが切れるぞ。さあ先頭にはまだ風波エース、ベッドタイム来ている、ベッドタイム来ている。ルドルフ来た、ルドルフ頑張れ。桂木エースが頑張った、桂木エースが粘る。桂木エースを追ってルドルフ、ベッドタイム、桂木来る、外からマジェスティーズ、桂木エースが勝ちました。初めての敗戦。しかし野平調教師はルドルフは力負けしたのではない、有馬記念では本当の実力を披露すると自信のほどを語りました。残りましたのが三崎ネバーです。すでに桂木エースはゲートに入っています。さあゲートインが完了しました。スタートを切りました、いいスタートを切りました。各馬であります。先頭に立つのは何か、外の方からスーッと行きました。カツラギエース、しかし手綱を抑えています。鈴幕か2番手、カツラギエース、鈴幕かであります。シンボリルドルフは抑えて4番手を進んでおります。さあミスター CB は後方から2投目、カツラギエースが行きました、カツラギエースが行きました。4馬身5馬身と差を広げました。鈴幕か2番手で今正面スタンド前1周目に差し掛かるところであります。東証ペガサスが3番手、やや外目を通りました。桜外線内に回りました。シンボルドルフ現在3番手であります。正面スタンド前9万の観衆の前を通過いたします。桂木エース先頭です。鈴幕か2番手、巻き上がる拍手。そして3番手に帝王シンボルドルフ、4番手が3番手の終点、わずかに遅れまして10番の三崎ネバー、5番の東証ペガサス、その後にダイナカールついている6番の桜外線、そしてミスター CB 後方から3投目8番のダスゲニー、1番最後になりました共和サンダーであります。第1コーナーをミニカーブいたしました。日の当たるところはただ1頭で走りました。桂木エース3馬身から4馬身、ジャパンカップの王者であります。そして2番手は帝王のシンボリドルフ、今年の三冠馬が2番手を進んでおります。3番手には鈴幕か、ゆったりしたペース、ペースは速くありません。そして4番手には関西の福兵三崎ネバーがついている。ミスター CB は先頭から15馬身から20馬身ぐらい、そんなに後ろの方から行っておりません。後方から2投目、そしてミスター CB が内からスッと上がっていった、内から早めに上がっていった。カツラギエース先頭です。そしてシンボリドルフ2番手、このドルフから4馬身から5馬身ぐらいに CB がスッと上がってきています。 CB が上がってきている。カツラギエースが先頭だ。しかしカツラギエースは1回の2年まではありません。ここからまた伸びていきます。シンボリルドルフは終始2番手、終始2番手。ここから王者の足を見せるか。 CB も来ている、 CB も来ている。桜外線がちょっと上がってきた。さあ 3,4 コーナー中間地点、外に持ち出したルドルフ、そして内で粘るカツラギエース、カツラギエースが粘る、カツラギエースが粘る。ルドルフが来る、そして CB は後ろに飛びついています。 CB も飛びついている。さあ3投は今日の勝負になるか。先頭はカツラギ、カツラギ先頭、ルドルフ、カツラギ、 CB 来る、 CB4 番手、鈴幕が頑張る、ルドルフ出た、ルドルフ出た、カツラギ頑張る、カツラギ頑張る、 CB 来る、 CB3 番手まで、 CB3 番手まで。4歳にして早くも有馬記念を制し、四冠の栄誉に輝きました。調教の時でも多少馬がというか彼がコンディションが良くない時でも、僕らが乗るともうそういうとこはもう一切表に見せないし、もう隠しちゃうし、そういう非常にもう利口な馬っていうかね、もう、賢い馬だったですよね。とにかくいたずらでね、やんちゃでひどかったですよ、馬の中では。外に出ると全くお利口ちゃんでね、ぶって歩いてました。だいたい生まれた時にはどの馬もそういう傾向はあるんですが、親父にでね、パーソンに非常に似てたんですよね、その顔から体つきが。それが乗るようになってくると、このだんだんそのおじいさんのスピード進歩にね、これも私は非常に手掛けた馬なんですよね。長い8歳まで使ったですからね。その仕草がね、なんかおじいさんに似た仕草するなって。そうなってくると体の体型までやはりスピード進歩にだんだん似てくるような気がしたんですよね。今ルドルフがゆっくりとゲートに入ります。そして2番人気に押されております桜凱旋。春の天皇賞へ向けてシンボリルドルフ、今年の第1戦第33回日経賞スタートが切られました。8頭揃いました。綺麗なスタートを切りました。
外の方からオレンジの帽子、海老沢誠司の金黒潮が行きました。そしてスーッと外から黄色い帽子、金飛鳥、鞍上は加賀高見であります。黄色い帽子の金飛鳥がわずかに先頭に立とうというところですが、おっとルドルフが行きました。ルドルフがこらえきれずに先頭に立ちました。シンボリルドルフ、岡部幸男、先頭で第4コーナーのカーブ正面スタンド前に現れます。どーっと5万観衆がざわつきました。拍手歓声が起こります。そして2番手内に入りまして黄色い帽子の金飛鳥、外目を通りましてオレンジの帽子金黒潮、内出し沿いを通りまして1番の北海ペガサス、外目を通りまして目下2連勝重賞初挑戦になりますチェスナットバレー、拍手歓声が沸き起こります。その外を通りまして桜凱旋、後方2頭は3番のロベルストと最後方8歳馬のスーパーサバンナです。さて第1コーナーのカーブに向かいます。岡部幸男が手綱を持ったまま1コーナーを右手にゆったりとカーブを切っていきました。シンボリルドルフ先頭で8頭が右手にカーブを切りました。そして外目を通りましてオレンジの帽子金黒潮が2番手に上がります。黄色い帽子5番の金飛鳥が3番手、そして桜凱旋は4番手を過ぎます。去年の有馬記念ではルドルフと 0.9 秒差の5着でやりました。桜凱旋が中段でやります。そして内を通りまして1番の北海ペガサス、外目を通りましてロベルスポート、最後方から8歳馬のスーパーサバンナのという体勢で先頭からしんがりまでは縦に長くなりました。8馬身の間隔でやります。向こう正面の中間点を過ぎました。シンボリルドルフが先頭です。そして金黒潮が2番手、金飛鳥が3番手、この辺り馬順は変わりません。4番のチェスナットバレーが4番手でやります。さあ3コーナーのカーブに差し掛かります。依然としてその差は7馬身ぐらいでやります。先頭からしんがりまでの差、しかし先頭はルドルフ、岡部幸男はまだ手綱を持っています。2番手は金黒潮でやります。3番手にスーッと外の方から桜凱旋が上がってきました。さあ 3,4 コーナーの中間地点に差し掛かります。第4コーナーのカーブに向かう鞍上岡部幸男のシンボリルドルフ、ルドルフ400を切りました。さあ直線コースに向きました。ルドルフ先頭で直線コースに向きました。岡部幸男は依然として持ったまま、さあ2着争いになりましょうか。依然として7番の金黒潮が2番手に頑張る。外から桜凱旋が伸びてくる。内からチェスナットバレー、先頭は完全にルドルフ、先頭はルドルフ、リード5馬身6馬身と広げていく。ルドルフ圧勝です。2着には7番の金黒潮、桜凱旋が3着でした。15頭のゲートインが終わりました。さあスタートです。ゲートが開いてまずまずのスタートを切りました。果たして先頭に立つのはシンブラウンか野村武蔵の方が前に行こうとしておりますが、何が行くのか。南進エクセラーも出てまいりました。黒い帽子南進エクセラー、それから赤い帽子はミスタールマンであります。ゼッケン番号5番、内を通って2番が西野ライデン、その外へ野村武蔵、それからゼッケン番号9番シンブラウン、大体予想された通りこの辺りが前に行きました。それから1番のマルゼンスター、これをかわして赤い帽子は鈴鹿5番、ああようやくこの後ろにゼッ実験番号15番鮮やかにシンボリルドルフであります。シンボリルドルフが先行集団のちょうど後ろであります。短期で行っています。非常にいいポジションです。さあその後ろにミスター CB は果たしてどこにいるのか。メジロモンスニーがいました。桜凱旋、ダイナアイランド、ゴールドウェイ、そして青い帽子であります。青い帽子がミスター CB、 青い帽子絶景番号7番、これがミスター CB です。定位置と申しましょうか。後ろから2頭目ちょっと15頭がばらけまして、さあ1周目のホームストレッチに入ってまいりました。1周目のホームストレッチであります。8万人近いお客さんから大歓声が上がります。京都競馬場、南進エクセラーが先頭、ミスタールマン、外を通って野村武蔵、それからシンブラウン、西野ライデンであります。この5頭は先行集団。シンボリルドルフはちょっと差を詰めました。シンボリルドルフがちょっと差を詰めまして、この中段の真ん中、中段の真ん中からやや先行集団の前へ上がっていきます。果たしてミスター CB はまだ後ろの方か。ミスター CB はちょっと、ミスター CB も早めに動きました。後ろから3頭目ぐらいであります。これがシンボリルドルフ、これがシンボリルドルフであります。それから青い帽子にご注目ください。ミスター CB ちょっと早めに行きました。さあ第2コーナーにかかります。人もそして馬も一息つく第2コーナーです。3番の南進エクセラーが先頭、依然として野村武蔵が2番手。さあその後ろでありますがミスターアルマウント、シンブラウン、その後ろにそろそろシンボリです。ゼッケン番号15番シンボリルドルフです。新山以来20年ぶりの五冠馬なるか。シンボリルドルフ、その五冠を手土産にして世界へ羽ばたきたいシンボリルドルフでありますが、その後ろに早々とゼッ
ゼッケン番号7番ミスターシビ青い帽子が行った、吉永が行った、青い帽子が行きました。さあ菊花賞と同じように、坂の手前で行きました。さあおーっと CB 行った、青い帽子がぐんぐん行きます。果たしてシンボリルドルフはどのあたりにいるのか。シンボリは青後ろ、シンボリよりもミスターシビの方が前へ行った、ミスターシビの方が前へ行きました。これを聞いて場内がどーという大歓声であります。さあ第4コーナーにかかってまいりますが、先頭はゼッケン番号6番の鈴鹿5番ミスター CB がその外へ2番手、さあその後ろでありますが来た15番シンボリルドルフが上がってまいりました。しかし先頭は鈴鹿5番だ、そして内へ入って西のライデンか、鈴鹿5番先頭だ、さあ鈴鹿5番先頭だ、内から西のライデン、そして外からシンボリが来た、外からシンボリルドルフがかわして先頭に立った、シンボリ先頭だ、鈴鹿5番だ、ミスター CB は伸びない、外から桜大戦、突っ込んできている、シンボリルドルフ先頭だ、新段時代10年ぶりの五冠馬、そしてわずかに外桜か、桜大戦が外、そして内にいたのが赤い帽子鈴鹿5番、20年ぶりの新段時代の五冠馬です、シンボリルドルフです。シンボリルドルフ5歳の春五冠達成、秋の有馬記念で五冠馬となった新段より8ヶ月早い記録です。シンボリルドルフに思いがけないアクシデントが起こりました。宝塚記念に向けての調教中に故障してしまったのです。やっぱり、ね、故障した時はやっぱり自分でもこうなんですか、伊豆城とかやっぱ心配しながら看病しながらねあれしたとかね、でその帰って、牧場へ持って1週間くらいでだいぶ良くなったって、聞いたとかね、それで、自分の方も安心したとかね、もうすでにね、体ルドルフの体じゃないんですよ、他の馬のような体で、これをどういうふうにして立て直していいか、もう相当悩んだところなんですがね、結局夜夜外水の時間っていうのは7時半な7時半決まってるんですがね、その前にもう2回ぐらい、だから水までには3回ぐらい来て、もうほとんど突き切りみたいにしてね立て直したわけですよ。それで笹張りをして、で秋の天皇賞に向かっていったわけですね。最後に鈴パレード、秋の日差しをいっぱいに浴びております東京競馬場、ゲートが開いて第92回天皇賞レースのスタートが切られました。ルドルフは最後方から進みます。今1頭かわして後方から2頭目から3頭目を進もうというところであります。さあこれから第2コーナーにかけて先頭争いに移っていきます。スズマッハ、そして力産パワー、この2頭が先頭グループであります。力産パワーがやはり予想通り先頭に立ちました。ルドルフは後方から4頭目から5頭目を進んで向こう上面に入っていきました。先頭は力産パワー2馬身のリード、スズマッハ2番手であります。この5馬身ぐらい後方から追走するのが若尾ライデンであります。その後方から6番のウィンザーノット4番手、さらに西野ライデンが続きます。エアハート、その外側に日本ピロウィーナーつけました。さらにその後方から山の白木、こういったところが行っています。そしてルドルフも早め後方から7番手から8番手、早くも中段に上がってまいりました。まもなく 1000m の標識にかかるところ、力産パワーが短期逃げて3馬身ぐらいのリードをつけて3コーナーから4コーナーにこれから向かうところ、早くもピンクのズキンが3番手まで上がってまいりました。59秒台で前半の 1000m を通過しました。さあルドルフは現在4番手を追走しております。先頭は力産パワーでありますが、そのリードは1馬身半、西野ライデン2番手、早くもルドルフが上がってまいりました。ピンクのズキンが馬なりで 3,4 コーナーで3番手から2番手を伺います。力産パワー先頭、西野ライデン2番手、そのアウトコースを通りましてシンボリルドルフであります。残り 600m を切りました。さあ横綱競馬を見せてくれるのか。第4コーナー回って直線コースを向きました。力産パワーがわずかに先頭でありますが、ピンクのゼッキン、早くもルドルフが先頭に立った、西野ライデンインコースを通りましては、若尾ライデンも頑張っている。さあ横に広がった最後の坂であります。ルドルフ先頭であります。その遠くからウィンザーノット、赤いゼッキンもバタリ合わせきた。残り 200m を切りました。残り200を切って日本プレミアが来たりと、ルドルフ、そしてウィンザーノット、その後から日本
ップルウィーナー、そしてギャロップダイナも来ている。しかしルドルフが出た、ルドルフが出た、ルドルフが出た、外の奥からギャロップダイナ、外からギャロップ、あっと驚くギャロップダイナ、根本康弘2度目の敗戦。しかしシンボリルドルフは昨年惜しくも敗れたジャパンカップに挑戦していきました。ネメインがゲートに入りました。ダービーと同じ 2400m ゲートが開いてスタートが切られました。スタートゆったりとした感じで出ていきます。さあ桜サニー王がすっと出ましたが、真ん中から7番のウィンザーノットが行きました。ウィンザーノット、そして外を通って山の白菊、日本勢行った真ん中、ゴールド&アイボリーが行っています。そして外面を通りましてバリ島が4番手、うちの桜サニー王5番手、そしてシンボリルドルフは今7番手で1コーナーのカーブに突進しております。ネメインが行きました。ネメインがシンボリルドルフのインコース、そしてギャロップダイナも手綱をがっちりと押さえております。後の方から行きましたスピリットオブキングストン、ロッキータイガー、こういったところは後方から行きます。1番のナシポア、アメリカの代表馬も後方から進んでおります。さあ1コーナーから2コーナーにかかるところですが、先頭にはウィンザーノット、1馬身ぐらい手綱を押さえました。そしてゴールド&アイボリーが行きました。ゴールド&アイボリーが半馬身と詰め寄った。そして3番手には日本の山の白インクがおります。山の白インクの向こうを通りましてスーッと上がっていきました。バリ島が上がっていきました。バリ島を早めに行ったシンボリルドルフはまだ7番手、ちょうど中間を進んでおります。ピンクの帽子が輝いております。シンボリルドルフは中段を進んでいる。さあこの辺でちょっと早くなりました。ゴールド&アイボリーが行きました。1馬身2馬身、そしてウィンザーノットを抑えたのかちょっと遅れたが2番手であります。3番手グループにはバリ島と山の白菊、バリ島が上がってきている。さあシンボリルドルフはまだ中段であります。まだ中段、だん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 先頭と後の方の馬との間隔が詰まってまいりました。全部15頭を率いますのがゴールド&アイボリーで半馬身ぐらいですが、ずっとウィンザーノットがまた仕掛けていきました。さあ3コーナーのカーブ、この辺りもやに煙っておりますが、外目を通りましてネメインがいい位置についている。ネメインがいい位置に上がってくる。そしてシンボリルドルフはまだ中段、まだ中段、まだ先頭から数えますと7番手、6馬身から7馬身ぐらいの間隔があります。さあこの辺からどういった勝負に出るか。外へ持ち出したルドルフが外へ来ております。さあ4コーナーのカーブを回ります。ゴールド&アイボリーが先頭だ。さあそしてルドルフは外に持ち出した、横に広がりました。ここからが注目されるレースが見られるかどうか。さあ横に並びました。シンボリルドルフは外から2頭目、外から2頭目、真ん中懸命に頑張っているのがゴールド&アイボリー、ゴールド&アイボリー、そして外からロッキータイガー突っ込んできた。ロッキータイガー、ロッキーが来ました。ロッキー来た、ルドルフ先頭、ルドルフが先頭で坂を上がった。ルドルフ先頭、ロッキータイガーが来る、後衛の星が追い込んでくる。ルドルフ頑張った、ルドルフ頑張った、1馬身2馬身開いた開いた、ロッキーが来る、ルドルフ先頭、ルドルフが圧勝。2着にもロッキータイガー。いつもはクールな岡部騎手がガッツポーズで嬉しさを表しました。故障で苦しんできたシンボリルドルフが世界の強豪と渡り合って手にした6冠目の栄誉でした。後ろにじっと待機しております。指数番号の各馬から入ります。祖父スピードシンボリに続いて有馬記念2連覇の夢をかけるシンボリルドルフ、この緑に白の斜めのタスキの入りました勝負服、袖に赤いラインが両袖に入っております。今山の白菊がゲートに誘導されまして、いよいよゲートインが完了いたしました。ルドルフにとりましては、あるいは日本で最後のレースになるかと思われます。さあ綺麗なスタートを切りました。全部で10頭であります。ルドルフが、そして美保新山がこの後 2500m どういった競馬を見せてくれるでしょうか。内の方から西野雷電がレースを引っ張る構えで行きましたが、外から金黒潮が行きました。金黒潮、西野雷電、そしてスダホークがつけております。スダホークのインコースに西野雷電を抑えて4番手になりました。金黒潮が先頭で正面スタンド前に差し掛かってまいります。ルドルフはちょうど真ん中におります。10頭の真ん中に挟まれるようにして工程が進んでおります。そして一方の美保新山は視界の中にこのルドルフを捉えながら後方から2頭目でレースを進めております。さあ拍手が上がります。金黒潮、そして8番のギャロップ大会、そして3番でスタホーク、外側にルドルフです。ルドルフ、緑の勝負が綺麗です。その後に山の白肉がつけております。美保新山はそのさらに2頭後であります。一番最後に1番のローラーキング、1コーナーを回りました。冬になりました。そして芝が枯れております。その茶色の芝の上をスーッと角馬が疾走していきますが、ギャロップダイガが逃げの寸法に出ました。根本康弘、勝負師の根本が行きました。1馬身から2馬身、そして金黒潮が2番手ですが、この2番手から
皇帝のルドルフまでが10馬身以上の間が空きました。しかしじっと落ち着いております名人の岡部幸男、そしてこのルドルフを終始視界に捉えております美保新山、どっから勝負に行きますか。その一軍の中に砂ホークもおります。そしてピンクの勝負服桜サニオもおります。4歳の精鋭がじっと皇帝を任そうと待ち構えております。一頭遅れましたローラーキング、さあギャロップ台での逃げが捕まりました。ルドルフが行きました。ルドルフの快進撃が始まりました。さあ日本での最後のレースを勝利で飾ることができるか。シンボリルドルフ緑のそして白い勝負服もやの中にぼやっと霞んでおりますが先頭に立った。このままゴールまで圧倒的な強さを見せて駆け抜けることができるか。後から襲いかかってくる馬は美保新山か砂鳳か。美保新山上がってきた、柴田正人が上がってきた、ぴったりと後ろにつけました。皇帝と若武者の対決になった。第4コーナー回った、ルドルフ出た、ルドルフ先頭だ、ギャロップも来てる、美保新山来た。さあ2強の対決が見られるか。直線です、新山そしてルドルフ、ルドルフ出た、世界のルドルフやはり強い、3馬身4馬身日本の美保新山を離す日本最後の競馬、最後のゴールイン、ルドルフは圧勝いたしました。絶対に勝つレースは勝っていくんだと言っていくんだっていうのは、まあ、これからちょっとないと思うし、やっぱり近いものは出てくるだろうと思いますが、絶対に難しいなって感じしますね。ルドルフに出会えたっていうことが自分の大げさに言えばこう競馬感っていうかレースに対する考え方とかこうすごく自分では勝ったつもりでいますね。世界のシンボリルドルフ、それは関係者のそしてファンの夢でした。直線は 300m、 ルドルフは今4番手か5番手、どっから伸びるか。さあしかしアメリカのサンディレーステークスではレース中に左足を痛め無念の涙を飲みました。ルドルフは伸びません、ルドルフは直線と伸びません。今6番手先頭はダハール、ダハールが優勝、2着がストロベリーロード。運悪く、まあ、故障ね、足が故障して、まあ、できるだけ直せるものなら直して再起を図るということで努力してきたんですけど、どっかこの腑に落ちない点があったもんで、それでまあやめるのは早くした方がいいということで早く引退することにまあ決めたわけなんです。まあこれもね、考え方によるとあれドロールがどんどん勝っているとね、もうこっちの方が参ったかもしれないと思うんですよね。そうするとまあドドルフも私のことを健康を考えてね故障したのかななんて、まあ、センチメンタルな気持ちに、ね、なる時あるんですよ。ターフに別れを告げるシンボリルドルフ、ルドルフを超える馬が現れてほしいし、それがやっぱり競馬界全体の励みにもなるし発展にもつながると思います。ルドルフの半分ぐらいのね強さと、そのあんなにそのわがまま言わない馬をね後へ送って残してほしいなと、そう思います。自分がですね果たせなかった夢をですね、子供でその世界の G1 レースっていうものを制覇するように願ってるわけです。で、まあ、こちらの来ましたらですね、パーソロンのいた放牧地でパーソロンの入ってた馬房をあげてますんで元気で帰ってきてほしいです。皇帝シンボリルドルフ、今伝説が生まれようとしている。